皆さんこんにちは。今日は長野相生座ロキシ支配人の田上さんにお話を伺いにやってまいりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。こちらは、今年で125年という長い歴史があると伺いましたが、はい、少し詳しくお話しいただけますか。はい、建物時代が今年で125年なんですけれども、はい、明治25年の、はい、芝居小屋千歳座というところからオープンしておりまして、はい、で、市川左団次の、歌舞伎興行とか、はい、やった劇場で、もともと一つの、芝居小屋だったんですけれども、はい、まあ、いろいろ時代に流れて、活動写真をやったり、はい、まあ、選挙の演説やったりとか、ボクシングをやったような場所があったんですよ。ボクシングも。そうなんですよ、はい、で、映画館として、はい、で会社としてきちんと、やり始めたのが今から100年前ということで、会社が100年、はい、100周年になります。めでたい100年ですね。そうなんですよ、はい、100周年ということで何か特別な催し企画などございますか。はい、もうすでにですね、はい、映画の特集上映とかをやってはいるんですけれども、うん、まあ、いろいろご縁のある、はい、例えば、当館で今までやってきた、作品とかの特集を、はい、まあ、今後、上映していったりですね、はい、あとゲストの方をお呼びして、うん、まあ、トークのイベントをやったりとかですね、はい、まあ、様々台湾映画であったり、はい、ドキュメンタリー映画であったり、いろいろな、まあ、映画のジャンルの中でゲストをお呼びしてちょっと楽しめるような企画をやっていきたいと思っております。はい、はい、うん、制作の方の、まあ、生の、その熱っていうか、こうなんか作ってきたその熱を届けるのは、やはり舞台挨拶とかトークイベントっていうのが、まあ、とてもいいのかなということで、でお客様も喜んでくださるので、うん、月にも多分、去年とかですと1年、1ヶ月2回くらいやってたんですけど、今年はもっとちょっとその倍ぐらいになりそうな感じです。特別な年ですね。そうですね、はい、うん、映画好きの、お客様の方から、はい、これぜひちょっと上映してもらえないかなみたいな、そんなリクエストというケースもあるんでしょうか。 あります。もうそれはすごいありがたいですよね、お客様がでも結構情報が早くてですね、すぐにご連絡して、なんかメールとかのリクエストフォームとかもあるんですけど、そこにメールを出してくださったりとか、チラシを、まあ、東京で、これ良さそうだからうちでもやってほしいとか、そういうのありますね。そういう意味ではお客様と映画館の関係がとても近い関係かななんて思うんですが、はい、そうだったらいいなと思いながらやっております。100年というふうに長い時間、歴史続いてきた一番のポイントは何かとお考えですか。そうですね、当然私も100年いたわけではないんで、そのうちのまだ10分の1にしかなっていないんですけれど、はい、やっぱ時代とともにここのこの経営者が、はい、映画を楽しむ場として、はい、いろいろやってきた。そしてやっぱりこの、長野市が、はい、まあ、この映画館を支えてくださる方たちがたくさんいたっていうことが大きいんじゃないかなっていうふうに思っております。うん、なるほど。はい、今私たち長野市の財産の一つのような素晴らしい映画館だなと思うんですが、きっと全国にはこのような歴史のある映画館でぜひ映画を見たいという映画ファンの方も多いと思うんですけども、そのような方が訪れるというようなこともあるんでしょうか。 ありますね。いや、どこからこう情報を得たのかわからないんですけど、はい、まあ、旅人とかね、やっぱりまたまこうこちらに来た時についでに映画館に寄ってくださる方とか、はいはい、もちろん鑑賞されてくださる方とか、はい、やはりちょっと歴史に興味を持たれてる、建物をお好きな方とか、はい、いろんな方がいらっしゃっているんですね。本当ありがたいことに。それではこれからさらに続けていくにあたって、はいはい、支配人高見さんのこう抱負ですとか、はい、目指してらっしゃる方向についてちょっと一言教えていただけますか。はい、まあ、日々毎日淡々と映画を上映するということが多分一つ、まあ、365日というか一日も休んでないんで、それはまず大切かなというふうに思っていまして、今年はですね、まあ、100周年なので、まあ、ちょっとお祭り感覚で楽しもうとは思っているんですけども、この街の、ね、皆様に、愛されるようにもう少し、居心地のいい場所として、そしてまた見たい作品も引き続きかけていかれたらなというふうに思っています。はい、今後もますます愛される長野
迷いざる騎士になることを運営しております。本日はどうもありがとうございました。